はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は小学校3年生の算数、短い時間の単位についてやっていきましょう。で、ポイント含めて8問ありますので、できそうな子はぜひね、動画止めてチャレンジしてみてください。ただ、鬼マークね、2個もありますので、ちょっと難しそうだなと思う方は、今からね、説明していくんで聞いてもらえたらと思います。いいかなそれでは、早速始めていきましょう。 で、まず、今回はタイトルにある短い時間の単位ということで、今までみんなは、1時間とか何分っていう分っていうね、時間と分はずっとやってきたんですが、今回そこに仲間が一人入ります。それがこの子、この漢字で秒と言います。漢字帳を書いておきましょう。 これね、のぎ編っていうのを書いて、漢字の少ないっていう漢字をくっつけて、秒と言います。これ覚えておいてください。で、まあでもね、聞いたことある方多いと思います。で、まず、1時間が何分。で、これはまあみ,みんな知ってると思うんで書いちゃいましょう。1時間は60分です。ね。で、1分は、秒はもっとちっちゃい単位なので、1分が何秒っていうのも決まります。で、これ、便利なのがね、同じ60なのよ。 1>, 1分は60秒です。これは絶対に覚えておきましょう。ちなみに、今ね、この動画を撮ってる時間をとスマホで出します。じゃ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 ん。ピント、ピント。これ。今、11時54分19秒、20秒、21秒ってなってるでしょここの一番右、これが秒です。ここが11時54分27秒みたいな。まあ時間をね、今のみんながこの動画見てる時間とかもパソコンとかで見ると見ることができます。 だからそういう小さい秒っていう単位があるんだっていうのを覚えておいてください。で、ここまでは教科書にも載ってます。で、ただね、私はですね、一 <laughs> 個お願いしたいことがあって、ここ。1分は60秒です。でも、2分、3分、4分、本当は5分、6分も覚えてほしいんですけど、それもぜひ覚えちゃってください。で、これは簡単です。簡単。なぜかっていうと、1分が60秒。 なので、2分は60が2つ分。だからまあ、ま、60足す60でもいいし60、6 0る2でもいいんですけど、2分は120秒です。で、60秒ずつ増えていくから、3分は180秒だし、4分は240秒ってこうなっていきます。いいで、ま、ちょっとおまけで書いておくと、入るから行こうかな。5分は、これに60を足すから、 300秒、6分。ま、ちょっと書かないけどね。6分は360秒ってなるから、まあ、5分までは少なくともぜひ覚えておいてください。で、しかも、これ覚えておくと、1時間60分でしょ ?1 分は60秒でしょ同じ60使ってるから、1時間が60分ってことは、2時間は、ごめん、2時間は120分、3時間は180分って感じで同じだよね。 使う数字。だって60ずつ増えてくんだもん。ってのは使えるので、ぜひ覚えておきましょう。で、それが分かっていれば、今日は単位を変える練習をしていきます。ちょっとこれ、消しちゃった指で。単位を変える練習ね。例えば、1時間15分。これって何分ですかっていう問題が出てきます。で、これの変え方は、分にしたいんだよね。でも、ここはもう分になってます。だから、OK なの。じゃ、困ってるのは、こっち。1時間になってる。じゃ、この子を、 分にしちゃえばいいじゃんって考えます。分にしちゃう。さあみんな、1時間何分だいね。やったもんね。60分です。だから、この子は60分、しかもこの子15分がいるから足しちゃえばいいじゃんって。つまり60、60足す15をするから、75分ですね。これだけ。どんどんいくよ。1分30秒って4番書いてあります。で、秒にしたい。で、ここはもう秒が出来上がってるので、こっち。1分。 この子を秒に直したい。1分は何秒ですかそう !60 秒だよね。だから、この子は60。つまり60、60たす30をするから、はい、90秒、次行こう。で、今度は逆です。65分を、ほにゃらら時間、ほにゃらら分に直す。こっちの方が苦手な子が多いです。苦手な子多い。でも、実はね、この辺とか、この辺を覚えておくと、大丈夫です。大丈夫。 なんでかっていうと、今65分でしょこの中に60分が分けようか。65分って60分足す5分だよね。60のとこ,こに分けられる。で、この60分、この子は1時間だよね。だって60分1時間だし。だから、あ、この子1時間じゃん。1時間で書いちゃおうって。ただ5分まだ残ってるから、あとは5分を書いておけばいい。だから1時間5分です。こんな感じでね。 こっちも一緒。100秒です。ちょっと大きな数だからね、難しそうに見えちゃうんだけど、そんなことはない。60、こっちか。60秒は100、100、秒の中に入ってるもんね。だから、あ、この子は60秒足す40秒って分けることができます。ちょっと秒書かなくてごめんね。だから、60秒は1分。だから、OK。この子使って1分にしちゃおうって。で、あと40秒残ってるから、 40秒ってしてあげればいい。で、こんな感じ。60分とか60秒が入ってるから、1分にしたいって考えればいい。で、こっから鬼マークがきます。鬼マーク。いきますよ。まず、この上の問題。こっから3分19秒を秒に直す。上と同じ問題ね。やっていきます。で、これはさっきやったように、秒にしたい。ね。でも、こっちはもう秒になってるから、OK。じゃあ、困っちゃうのはこっちです。3分が困る。でも、 さっきやった、ここを覚えておけば、あ、3分って180秒じゃーんって。ここね。180秒じゃーんってわかるので、あ、下が切れる。<laughs> ちょっと待って、少し切れた。ごめんね。少しちょっとちっちゃくなっちゃうけど、これで入るっしょ。180秒ってわかるので、180たす19秒してあげればいいから、 足し算すると199秒でこれで終了ですだからこれはもう覚えておけばできそうだよねだってここにここの数字変えて後を足すここの数字変えて後を足せばいいだけだからで、<laughs> でよ最後ねここですまあ、こっちの方が鬼でもっと難しいんですけどこういうね大きな数字から時間とか分を中から取り出す方の問題 で、今、333秒と書きました。当然ね、さっきみたいに60は入ってるよね。でも、もっと入ってる。もっとって何かっていうと、2分が120秒。120も入ってる。180もいけるよね。え、240もいけるじゃんって。で、300秒もいけるよね。入ってる。333に。ただ、ちょっと書こう。6分が、次360秒なんだよね。 でも、360は入ってないのよ。333の中に。だから、300秒までは入ってるので、この子を300秒と33秒に分けてあげればいい。300秒と33秒にね。で、300秒っていうのは5分って分かってるから、OK。この子を使って5分に変えちゃおうとする。 で、残ってるのは33だから、OKOK、OK OK。33秒書けば、正解じゃんっていう感じで、ぜひやってみてください。なので、あの、こういう問題を解くためってだけじゃなくて、みんなさ、生きてれば、時間でたくさん使うじゃん。で使う中で、やっぱりこういうことはね、覚えておくとすごく便利です。2分、3分、4分、5分、6分、7分ってね、まあ、書いてないけどね、7分とかは。その辺も覚えておくと便利なので、ぜひね、今回書いた、まあ5分ぐらいまでは、 ぜひね、覚えておいてください。1分は60秒、2分は120、180、240の300秒となりますので、その辺も含めて復習してもらえたらと思います。はい、ということで、今回はね、算数の短い時間の単位、この子ね、行が初登場しましたので、まあ、今回はこの授業で終了となります。また次回もね、時間の問題続いていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。